こんにちは。いつも聞いていただいている方、どうもありがとうございます。今回が初めての方はよろしくお願いします。ただ翼です。このチャンネルはビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日配信をしています。今日は何の話かというと、マーケティングのブランドについてです。ブランドとは何か、そしてブランドはどのようにできていくのかについて一緒に掘り下げて考えていければと思っています。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、今日のテーマはブランドについてです。マーケティングの文脈でブランドについて掘り下げて見ていきましょう。皆さんはブランドとは何かともし聞かれればどのようにお答えになるでしょうか。ブランドとは何でしょうか。私の一言の定義があるので、それをまずはご紹介させてください。ブランドとは、顧客のポジティブな好ましい感情を伴う商品サービス、あるいは企業になります。もう一度繰り返すと、ブランドというのは顧客のポジティブな感情を伴う商品やサービス、そして企業になります。じゃあここで言っているポジティブな感情、良い好ましい感情とは何でしょうか。具体的には好き、共感、満足感、あとは誇りとか、誇りを持っている憧れのような気持ち、これらがポジティブな感情というふうに言っているんですけれども、こうした顧客の感情が伴っている、感情移入がされている商品とかサービス、あるいはもう企業そのもの、これをブランドというふうに私は定義をしています。さらに平たく言うと、ブランドはこうらしさを伴っている商品に対して自分なりのこう好きとか、共感しているというような気持ちが伴った、らしさですね、それを持っているのを、ブランドと言っていいかもしれません。いかがでしょうか。このように好ましい感情が伴っている商品とかサービス、企業と定義したときに、皆さんのこう頭の中でこうブランドとは何か、具体的な皆さんご自身が思い浮かぶブランド、何かあるでしょうか。でもう一つ、ブランドではですね、ブランディングと、マーケティングではブランディングという言葉を使います。で今の定義からブランディングも説明が、言語化ができると思っていて、ブランディングとは商品とかサービス、あるいはもう企業そのものに意図を持って、ブランド側ですね、提供者側が、意図を持ってこう感情を持ってもらう、働きかけをして結果としてブランドになる、感情移入を伴った商品とかサービスになってもらうんですけれども、こうした働きかけというのが、ブランディング、ブランドに ING をつけたブランディングになります。でブランドのポイントというのは、感情が伴っていること、感情移入がされていることなんですね。なので、単なる商品なのか、ブランドの違いは感情があるからなんです。なので、シンプルにこう数式で表現をすると、ブランドイコール商品プラス感情。で、この感情がこう深いほど、強いほど、それだけブランドというのもまた強くなる。ブランドイコール商品プラス感情。こういうふうに覚えておいていいかなというふうに考えます。じゃあ後半ここからはですね、どのようにじゃあブランドができていくのか、今のポイントは感情移入、感情が移入される、形成される、感情が伴っていくなんですけれども、それをもう少し具体的にどんなプロセス、何がポイントでブランドになっていくのかというのを考えていきましょう。はい、ここまではブランドとは何かについて見てきました。ブランドとは顧客のポジティブな感情を伴う商品サービス、あるいは企業そのものになります。でブランドのポイントは感情が伴っていることなんですね。ネガティブなものではなくて、良い感情、好きとか満足している、共感しているといったような感情になります。じゃあブランドができていくプロセスは何か。別の表現をすれば、感情移入をしていくような、感情が形成されていくプロセスってどういうふうな流れになるでしょうか。でポイントになるのは、私はユーザー体験だと思っています。ブランドから、具体的にはその商品をサービスを知るところからですよね。知って興味を覚えて、実際に店頭あるいはウェブでこう見て、買ってみて、使ってみて、もう一度買ってリピートしていくといったような、こう一連のジャーニーですかね。その中でどういうユーザー体験、使う時もそうだし、もっと前の知るところから含めて、どんな体験をこう商品側、企業側から得られたか、その体験一つ一つを通じて、感情が生まれていく、そこで感情が少しずつ蓄積されていくと思うんですね。でその感情形成が、ユーザー体験を蓄積して感情が蓄積されてきた結果、
感情移入が行われて、感情が伴った商品とかサービス、あるいはこう企業そのものに、自分が好きとか、憧れる、この企業はいいなというふうな感情が伴っていくと、いつしかそれが単なる商品からブランド、感情移入を伴ったブランドになっていきます。したがってシンプルに流れを整理すると、ユーザー体験、感情が生まれて、そこからこの商品サービス、あるいは企業というのはこんな価値を自分には提供しているとい こう価値イメージが頭の中に、定着していくと思うんですね。でこうしたユーザー体験、感情移入、さらには価値イメージがしっかりと頭の中に思い浮かぶ、これがブランド形成のプロセスになっていくというふうに私は考えます。でもう少しそのブランドの感情移入について、掘り下げていきたいと思っているのは、商品とかサービスに対する感情と、それをサービスを提供している商品を提供している企業そのものへの感情移入の違いです。対象が商品とかサービスなのか、あるいは企業なのかです。で先ほど、ブランドが形成されるプロセスでユーザー体験からというふうな話をしました。でユーザー体験、つまり何かを、利用することによって得られるというのは、もちろん商品やサービスを利用することですよね。企業そのものを利用するわけではないので、商品やサービスへのブランディング、ブランドが形成されるものと企業そのものっていうのはやや違うと思っているんです。でこれどういうことかなんですけれども、よりこう、顧客から見てファンのようなものになっているのは、その商品レベル、サービスレベルへのこう感情移入、ブランドだけではなくて、もうその企業がそのもの、例えばそうですね、アップルの例を挙げると、 iPhone が好きだから使っているというレベルと、アップルが出すプロダクトは何でもこう、使ってみたい、買ってみたいと考えるレベル、これは同じこう感情形成、感情移入がされている状態でも違うと思うんですね。プロダクトレベルへの、ファンなのか、それとも、プロダクトレベルにこう留まっているのか、企業そのものへもうファンのようになっているのかですね。で企業そのもののファンになるためには、やはり一足飛びではなくて、あくまでその個々のプロダクトを使って、その結果、今の話でいうと iPhone とか Mac、iPad を使う、個々を使って、その商品サービスをすごく、愛している、すごく好きという状態から、Apple が出すものは何でも好きというような状態になるまで、ここまで行ってくると、かなりブランドとしては、つまり顧客と、サービス提供者、プロダクト提供者側のこう絆のようなものというのはすごく強くなっていくと思うんです。したがってブランドというのも、感情移入のこうその感情の中身、好きなのか共感なのか満足度なのかといったような違いから、その感情の強さ、そしてさらにはプロダクトレベルの感情移入なのか、もう企業そのものへの感情レベルなのか、こういった違いから、どれぐらい自分たちの商品やサービス、あるいは企業、自分たち自身がこうブランド化されているかというのを見る、視点になるかなというふうに考えます。はい、今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。このチャンネルはビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日配信をしています。次回もぜひ聞いてみてください。またチャンネル登録をしてフォローいただけると、新しい配信を見逃すことがなくなります。まだの方はぜひチャンネル登録、フォローをよろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。